車への充電充電とは、二次電池に電流を流し科学的にエネルギーを蓄積したり、コンデンサに電圧を引火して、電荷を蓄積することである。対義語は放電である。また、送配電においては、電線路や設備あるいは機器に電圧が引火された状態、電気回路において、配線や部品、電極あるいは端子に、感電の恐れがあるレベルの電圧が引火されている。または、 回路が閉じて通電している状態を充電ということがある。この時の対義語は非充電である。二次電池も参照。ソニーのニッケル水素蓄電池用充電器電池を充電するには電極にそれより高い電圧の電源を接続して放電とは逆の方向に電流を流す。この目的に特化した電源装置を充電器という。電池には様々な種類があるので多くの場合、 適切かつ安全に充電できるよう専用の充電器が用意されている。また、電池や充電回路、さらには太陽電池や発電機などが製品の中にあらかじめ組み込まれたものもある。二次電池を充電しすぎることを過充電という。最大充電電圧を超えて充電しようとすると電池が劣化したり破壊に至る危険性もある。多くの場合、電池の種類や構成に合わせて 専用の充電器が用意されるが適正値が異なるので、以下の方法がある。コンデンサも参照コンデンサの電極間に電圧を引火することにより、充電が行われる。蓄電池と違い、充電において価格変化を伴わず、有電分極によって電化が蓄えられる。電気保安操作も参照低圧、高圧の電路に送電がなされ、対地間、 合間に電圧が生じていることを充電しているという。電気分野において、保安や安全に関わる文脈で多用される。電気、電子技術の学術用語ではない。電路の充電の有無を確かめるには、検電器を用いるのが一般的である。また、低圧電路の場合には、電圧測定も兼ね、テスターを用いることもある。高圧電路の場合、暖炉器、開閉器、 遮断機などで給電を断った後も残留電化が残っている場合がある。残留電化による感電事故防止のため、短絡アース線などで大設置間を結び残留電化をなくすことが必要である。この操作のことを放電設置という、静養や保養に専念する、また留学や芸術活動の休止など、復帰に備えて本来の活動を一時的に控えることを指す。 慣用句として用いられる例がある。ありがとうございます。